早く外国バーッ。この中に本物のおばさんがいるらしい。で進めないんだった。本物のおばさん、進めないよ。本物のおばさんってどれだろう。全員本物のおばさんだけど偽物のおばさんってなんだ。どうしたかな。ちょっち私がリーダーのアンズなんて引っかかったわね。うわぁ、茶色いおばさん大変失礼だね。あははは、面白い。バカにされたぞ。うまく騙せたのに。確かに騙されたけど、おばさんには変わりないからね。憧れのあずさんに変装するのって楽しいの。無関心。どれだろう？これかな？いや、こっちだと思う。残念だったわね。っていうのそう、あたいが本物、赤竹ジムなんぜよ。お来た。おばさんじゃん。おばはん、なんだこの格好は。おばさんが忍者してんの？めちゃくちゃじゃねえかよ。クロバットか。なんだ、草系で来るのかと思ったけど。とりあえず、あん。マグちゃん大丈夫？転がる。お、いいじゃん。相性全然わかんなかったけど。マグレだから。ああ、どうしたらダメだよ、マグちゃん。何してんねん。しかもなんか違うボタン押しちゃったかも。ごめん。聞かないでしょ。あ、聞いてる。聞いてるのに一発で仕留めたいよね。あ、ダメ。マグちゃん。これで大丈夫。あとは火炎放射で焼き尽くせ。クロバットは鳥ではないから焼き鳥にした、して、いや、鳥にはならないから焼き鳥も何もないんだ。何を言ってんだ。いけ。よし。まだまだだね。これでジムリーダーなんてやって、金を稼ぎたいなんてね。どっかの YouTuber みたいな。そんな甘くないんだよ、この世界は。私がそれを厳しく見せつけてやろうじゃないか。この世の難しさ。さて、実況やりたい2、3年やってるのに、全然、進捗率が良くないです。毎日投稿してんだけどね。それでも全く気にせず、動画投稿をずっと続けている。普通の人だったら諦めるだろうけど、私はそんな金稼ぎには興味がないの。なんて言ったって別に普通に仕事してるし。そっちで十分な給料いただいてるんで、大丈夫です。こっちでお金もらうほど、私は貧乏ではない。貧乏人と一緒にすんな。なかなか、うわぁ、マグちゃん毒はダメよ。次、毒直してあげるから。注意待ちね。いや、回復の薬使えば、状態消えるか。もうちょっと頑張って。次、アリアドスか。なかなか厄介者ばっか持ってんな。焦がしちまえ。焦がして、チリ取りに入れて、ぽい。よし。ナイス。もうちょっと頑張ってくれね、マグちゃん。いつか直してあげるから、その毒は。結構効いてるな。そうそう、難しいか？でも、まあ、あと一回ぐらいいけるよね。頑張れ。いいじゃん、いいじゃん。どうした、ジムリーダーさん。本当にあなたは本物か？実は偽物なんじゃないか？本物は夜逃げしたとか。何を言ってんねんって感じだけど。
あー、マグちゃん。あ、これきつい。回復するか？モルフォン。あなた、なかなかいい戦い方するじゃない。あなたが弱すぎなだけだよ。こっちすごい不安なんだけど。それでジムリーダーができているっていうこと自体、この社会の秩序として、関東地方の秩序としてこれではいいのかって感じだよね。関東出せって言われちゃうよ、このままだと。伝説の地なのに。よし。でもワンパンで聞いちゃうのさすがないぜ。ちょっとジムリーダーさん、対策してきなさい。苦手な種族？種族？属性を、強いじゃないね。ちゃんと話を聞きなさい。もう何言おうとしたか忘れたじゃない。そうか、親王の距離、つまり、あたいの父上を勝ち抜いて、あんたここまで来てるんだね。はははは、通りで強いわけだ。負けたよ、完璧だ。ほら、これ持ってって、ピンクバッジよ。ピンクバッジ！ゲットだぜ。あんまり嬉しくないね。あんた強いね、特別これあげるわ。時々相手を毒状態にしてしまう毒好きって技よ。いや、毒好き覚えてるし。みんな覚えてるから、毒好き。二個もいらん。もう、大丈夫か、ここは。えいっと、いいって、ジンバッチケットしてもこれはぶつかるんだね。帰れないし。ちょっと、お帰りの道を、誰か、シルベオさんなし？ちょ、帰れないんだけど、私の帰り道誰か教えて。とりあえず行って。もう顔面が血まみれ。こっちかな？オッケーオッケーオッケー。バイバーイ、未来のチャンピオン。どうしよっかな。次は何すればいいのかな。でもさっきポケセン行こう。早く外国。わあ、ずっでえな。ちょっとハゲ除け。ハゲは生きる資格ないんだよ。そういうこと言っちゃダメ。NG ワード。ちょっと地図でも見よっか。発電所ってところいい加減行こっか。でもちょっと離れてるんだよね。あ、いや、でも街の上だからいいのか。飛んでいけば。ここから先はもう行くとこはあんまなさそうだしね。バッチも何個ゲットしたかもう覚えてないし。あ、こっち方向行くと大きな街がある。タマムシシティってところ。いや、こっちから行った方が全然早いな。とりあえず発電所ってところ行きたい。じゃないとどうせ私がその発電所のなんか停電を止めなきゃいけないんでしょ。もう、私に頼って言っちゃダメだよ、みんな。じゃ、関東地方出身じゃないんだから、別にしたことじゃねえんだよ。あー、違う、ポポさん、なんで、あー、元気？よかった。物よく散らかすんだね、あなた。わかるわかる。さあ、行け。シオンタウンへ。シオンタウンもうちょっと見ていきたいな。なんかさ、前にお兄さん、どっかのお兄さんがさ、こいつかな？そう、ポケモンの増えててさ、もしかしてさ、カビゴンのことじゃないかなって思うんですよ。多分ね、こういうこと言ってるってことは、どっかでポケモンの増えっていうのがもらえると思うの。だからさ、そこの兄さんよこせよ。富士老人の家は確かにこちらですが、今お留守ですよ。魂の家に行ってみてくださいな。家も行ったし。ねえ、あなた信じられる？自分のポケモンに飽きちゃって、途中で世話しなくなる人がいるのよ。おじいちゃん、そんな風に捨てられたポケモン引き取って育てていいの。そしたら、ずっとパソコンの中に放置してるけどね。どっちが不幸なんだかね。どっちもきついね。あら、お母さん一人でどうした？シオンタウンは山田のふもとの静かな町よ。ラジオ塔が出てきてから、少し賑やかになったけどね。なんでこんな小さな町にラジオができたんだろうね。交通の便も良さそうではないし。どうしようか。これがラジオと。でも発電所があるんでしょ、どっか。ねえよ。ないって絶対地図見よう。で、ここにはあるって書いてるの。岩山トンネルとの間にあるらしいんだけど、ねえの。ね。こうら。運河伝いに発電所を抜けられる道？ん？運河伝いに、運河伝い。運河伝い？え？運河？運河？このハゲー！オタクポケモン好きでしょ？僕も大好きなんだ。いいから引きこもってろよ。
これはいわゆる僕の負けみたいな。負け以外何でもないの。え？運河伝いってことはどっかに運河があるってこと？運河っていうのは川みたいなやつ。いや、海みたいなやつ。ほら。ははははは。何これ、お化け。こんな山とかのお化けとか嫌なんだけど。あ、ぼーっとしてて読んでなかったわ。なんか笑いキノコがうんちゃらっつったね。ちょっとことじゃないけど。ほら、運がないじゃん、嘘つき。地図の嘘つき。私はそういうの嫌いよ。運がなんてねえよね、ほらね。何を言ってんだかね、ほんと。ほんとないよね。どういうことなんだ、一体。地図にはないけど、これはちょっと、YouTube とかで聞いてみるしかないかね。きっと見てる人がいたら答えてくれるかもしれない。もしかしたらこの、私の DS のカセットだけ不具合で、何もない可能性もあり得るしね。ちょっとここは、あ、そういえば、フラッシュ覚えられないかな。もう持ってればの話だけど。フラッシュもしかしたらあれ、EV ちゃん覚えられるかも。フラッシュってだって、あれだよね、普通の技だよね。ノーマルだから、大丈夫だと思ったけど、持ってねえわ。おかしいなぁ。持ってなかった。体感使っちゃったか。いて。あれ、来たことあるっけ？来たことあるよね。あ、はしごがある。こんなのあったっけ、マグちゃん。フラフラしてる。あ、そう、頑張って。やけに冷静。こっちかな。どんどん進んじゃってるけど、多分ロッククライマーは使わないよね。なんかどんどん進んじゃってるけどいいのかな。あ、またあった。こんな都合がいいようになんか見つかられるんだけど、どういうこと？こっちかな。適当に進もうぜ。いて。道は、なくなった？ちょっと気味悪いんですけど、一体ここで終わらせていただきます。次回は、もうちょっとここを探索しよう。多分この、どこかに運河があるんじゃないかなって思うんですよ。まあ、ないと思うけど。あ、下だ。あれ？さっき来たっけ？あれ？あれ？来たっけ？来てないか。あ、ボールだ。元気のかけらだって。じゃあここで一旦終わります。次回、ドボー系の続きです。君の胸にララララ。